手を挙げて唱えれば。It purifies the temple. ということです。Heavenly Father. で、Swarga. 地球より上のその惑星を全てを浄化することができます。But also, you know, we Krishna says, Sarva Dharma, Paricca Dhamma, surrender to him. で、またクリシュナは、彼に身を委ねなさいとそう教えています。With Lord Chaitanya, if you're just chanting, it's taken as surrender. で、その教えをですね、チャイタニアがただハレクリシナを唱えるということで、その私たちは神に身を委ねることができるとそう教えました。So, in my childhood, I saw so many movies, you know, war movies and criminal movies and everything.で、私が子供の頃ですね、それも映画、いろんな映画を見た、皆さんも見たかと思います。なんかこう、なんですか、その戦争映画とかですね、そのなんか、なんか警察門とかそういうもので、その追い詰められて、もうダメだっていう時にどうするかって、サレンダー、両手を挙げて、あのね。But it also opens up like your own.こういうポーズを取る。これはその、明け渡す、明け渡しますという意味です。で、それだけではなくて、私たちの、で、向かって左のそのチャイタニア両手を挙げてますよね。で、これはその、委ねてると同時にその、ハートを開くことができる。So there's a famous verse, we're famous for us. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kaloa Nasteva, Nasteva, Nasteva.という経典の説があります。So I think everybody knows what Harinama means. で、ハリナマという意味皆さんご存知かと思います。It means the holy name. で、神の聖なる名前ということです。So it says Harinama, Harinama, Harinama three times. で、ハリナマ、ハリナマ、ハリナマと3回言っています。So when you say something three times,人が何かこう3回念を押すということはダメダメダメすごい So anyway, three times. Then it says Hare Nama, Hare Nama, Hare Eva Kevalam. Only way. で、もうこれしかないというそういう、まあ、強い強調を意味しています。And then Kaloa Nasteva, Nasteva, Nasteva. Kaloa means Kali Yuga. This is an age of quarrel and age of...でカローナステーバというのはカローというのはその現代のその狩りの時代と言います。狩りの時代というのは争いと偽善のが、まあ、変満するそういう時代を表しています。 and natural disasters and everything. で、まあ、自然災害とかですねいろんな問題がたくさんあると。No other way, no other way. で、ナステーバ、ナステーバ、ナステーバというのは、それ以外にない、それ以外にない、それ以外にないと。で、それによって、ガティラニアタ、より高い至高なる境地に到達することができる。So Krishna says, Satyatam Kirtayantam. で、また、Satyatam Kirtayantam とも、バガヴァッド・ギーターで言っています。The devotees are always chanting my name. で、献身者はいつも私の名前を唱えていると、そうクリシナは言っています。で、よく、ね、人に聞かれるわけです。なんでシバとかブルガとかガネーシャとかそういう名前唱えないんですか、ハレクリシナなんですかと。Because Krishna says chant my name. っていうのはクリシナがその私の名前を唱えなさいと言っています。で、クリシナがその、まあ、信頼できるその権威者で。で、誰でもそのクリシナの名前を唱えれば、みんなが直接もう体験できることです。You can't really describe. People say, oh, I feel happy. But if you ask them, have you ever felt the same kind of happiness? でもどれだけ幸せなのかって、その幸せをですね、その測る、ね、その、まあ、言葉で説明することはできないですよね。I don't know here in Africa the Coca-Cola advertisement. で、まあ、日本ではどうかわかんないですけど、アフリカのコカコーラのあの宣伝があるんですけど、広告があるんですけど。Said open happiness. というフレーズコピー
だそうです。I don't think you get the same. How many Coca-Cola, even if it made you happy, how many can you drink?で、まあ、コカ・コーラでね、もうあのね、もうそのオープンハピネスっていうのは不可能ではないかと思うわけです。どれだけ飲めるのかっていう。で、まあ、コカ・コーラ、ご存知の通りですね、あの歯が溶けたりですね。あとなんだっけ？胃が両悪くしたりします。アナンダ。で、サンスクリット語で、アナンダという言葉があります。So、other words, スーキー and ドゥキー that means happiness and distress. で、また、その、スーキー、ドゥキーという言葉もあります。それは、幸福と不幸ということです。So that's normal happiness. You know, I was tired and I got some sleep. I was hungry. I ate. I'm happy. で、この、ここで言っているその幸不幸というのは、まあ、いわゆる属的な私たちがよく経験している喜びと苦しみ、もう散々もう疲れてですね、休むと、そうするとまた回復して、ハッピーになると、でまた疲れてまた落ち込むと、それを繰り返す。で、まあ、日本に来る前にタイにいました。で40度でした。So I got so hot. Then I came to Japan. And Osaka is very cold. Oh, it's so cold. I want to be happy. So that kind of happiness is not. で日本に来たらですね、結構大阪が寒くて、うわーと思って、なんか暖かいところに行きたいなと思った。No matter what effort we make, that happiness comes and goes.ですからそういう属的なその、まあ、二元的なその、喜び悲しみっていうのはもう来ては去っていくもので、あります。But Ananda, that Krishna is, that's bliss. It has no cause exactly. It's just natural. It's just always there. No beginning, no end. で、クリシナが語っているそのクリシナの名前を唱えることで得られる喜び、そのアーナンダと言います。このアーナンダというのはそういう次元のものではなくて、もう元々ある私たちのその自然な喜びで、始めなく終わりなくと言われています。No bad side effects. で、悪いその副作用というのはありません。It's free. 無料です。So many. So chant the holy name. That's it.You can find in throughout any religion, chant name. で、まあどの宗教を見ても神の名前を神様仏様のその名前を唱えるというのがが行われています。So this is and throughout the Vedas, especially Srimad Bhagavatam, which is essence, again and again, chant the holy name.で、ベーダの経典、特にシュリマドバゴタムでは何度も何度も神様の神聖な名前を唱えるように強調されています。 And we dance and chant. で、そして、踊りながら歌うことができます。 Love for Krishna. で、そうやって私たちは神への愛、クリシナへの愛を表現することができます。 So we all have a lot of karma. で、私たちはたくさんそれぞれそのカルマ、過去のカルマがあります。 It's like birds in a tree. で、それは木に止まる鳥のようなものです。 So sometimes you see that. I haven't seen it in Japan so much, but sometimes, you know, you see a tree, you don't see any birds. で、まあ、木を見て、まあ、そんなに日本では見られないかもしれませんけど、Or in Africa, the batsYou know, and then you make some noise, and millions of them come flying out. で、アフリカなんか、run like anything. アフリカなんかではですね、その木、のところにですね、なんか音を立てると、コウモリがですね、その草、その木からですね、飛び立って、いきます。So we have all this burden of our past, but when we Chant Hare Krishna, that all flies away. そのように私たちの心の中にですね、たくさんのカルマというコウモリがいっぱい住んでいるわけです。それをですね、私たちは両手を挙げて、歌って、踊ることで、そのコウモリが通り罪というカルマというコウモリが飛び立っています。So that's why Lord Chaitanya was telling religious chant.
ですから、シュー・チャイタニアはただ唱えなさいと教えたわけです。で私たちもですから、その皆さんにただ唱えてくださいとお願いしています。で、クリシナが言ってる、クリシナも言っています。これ非常に簡単で、楽しいと。いつでもどこでも誰でも、誰でもできます。Many religious rituals, you have to be in a temple, or you have to be in a sacred place, you have to calculate astrology when to do it, otherwise it doesn't work. で、それ以外の方法というのは、そのいろんなその宗教儀式というのは、場所とかですね、時間とかいろんなその条件というのが pay the priest. 必要になってくるわけです。またそのお坊さんにですね、高いお布施をしなければならないとかですね、いろんな条件が必要、いろんな必要条件を満たして初めてその恩恵が得られるわけです。でもそういうのが非常に難しい時代ですね。チャイタンニアはそこでその革命を起こしたわけです。ただクリシュナの名前を唱える、それだけでいいと。でそれだけではなくて、ただクリシュナの名前を唱えるだけですね、だけで、さまざまなそのベーダのいろんな宗教儀式を行って得られる現世御利益のその結果を以上のものを得ることができます。We don't say you'll get healthy and your head will become more beautiful and you'll get a PhD overnight and you'll get rich andYou get a beautiful wife and beautiful rich husband. We don't say that. でも私たちはその That's your karma. Nobody can change. 私たちはハリクリシュナを唱えればお金持ちになれますよとかね、もっと美しい髪になりますよとか、もっと美しいそのね、あとその PhD がもう明日には PhD になれるとかですね、まあ、いろんないわゆる現世御利益というものをハレクリシュナを唱えることで得られますよとは言いません。それはカルマで、カルマによって得られるものです。We say, you know, whatever you get, whatever you have, you'll be happy, you'll be satisfied. で、私たちがお伝えしているのは、どんなものでもそのカルマによって、もう与えられたもので満足してくださいと。それ以上を求めないでください。Everything good or bad, it comes and goes. というのは、そういうものっていうのは来ては去っていくものなんです。すべては来ては去っていくものなんです。ですから、あんまりそういうことに一喜一憂、躍起になって頑張らないでくださいと。Okay, and I just, we can pray for other people. So, if you saw the news in Jagannath Puri yesterday, a huge typhoon. でその代わり私たちはみんなのことを祈るべきであります。で、最近ですね、そのいつですか、そのジャガナタプーリーで、インドの東インドのオリッサ地方で、台風が起こったそうです。でたくさんの人がですね、Someone just wrote me and said, Jagannath Puri and Bhubaneswar wiped out. Then Jagannath Puri and Bhubaneswar. Temples up high, so it's probably okay. がですね、直撃されてですね、大変なことになっています。ですからどうか皆さん、そこで、まあ困難に直面している人たちのことをどうか祈ってください。We can't stop that.で私たちはそういう自然災害をその止めることはできません。でも私たちがハレクリシュナを唱えればみんなの意識を高めることができるんです。そうすれば人は罪な行いをですね、手放していくことができるんです。でそうすれば世界中のカルマが良いカルマにですね、良い流れになってきます。So, thank you for coming and...皆さん、今日ここにお越しいただいて本当にありがとうございます。できるだけ、今日ですね、ここで、一緒に唱えていただけたら幸せです。
で、またこのハレクリシナはいつでもどこでも、そのどこでも唱えられます。Anytime, any place, day or night, doesn't matter. で、昼でも夜でも、全く関係ありません。どこでも OK です。ハレクリシナ。ハレクリシナ。Yes. ハリナムサンキルタンキージャー。イズノルデスカビチャンダサミマハラーチキージャー。じゃあ続けて唱えていきたいと思います。ここで